令和元年5月4日岡山シティスタジアムにて、第33回瀬戸大橋ドリームボール第2試合目になります。そして X リーグ春トーナメント1回戦にもなります。佐藤建設スタンディングベアーズ対リードエフォートエイズの一戦が行われます。試合開始14時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーエンジンユニフォームが佐藤建設スタンディングベアーズ、昨年まで岡山スタンディングベアーズと呼ばれていたチームです。奥側ホワイトのユニフォームがリードエフォートエールズ、今季より新規参入するチームになります。スタンディングベアーズキックオフ、エールズリターンで試合が行われます。